手先の戦い、うん、やってこうぜ、うん、ふう、よし、戦力は拮抗しております。うん、部隊数が違うわ、部隊数は。さあでもこれはいいかな、カットで。うん、何もなければカットしていきましょうか。うん、よし、勝ちました。結果は見えていたそうです。まあ3部隊いればね、うん、一番やりは成田さん、うん、さあこのまま古賀御所を囲んでいきましょうか。兵数はいなくなった、うん、制圧中だと。うん、やっぱ来るよね、勇気もう一つは、あるから勇気城が。あー、来るよな、やっぱり。さあこれも合戦していきましょうか。今度は勝てない気がする。準備を万端整えよ。部隊数が勝っているけれども今回は負けるかな。どうでしょうかね。これは見せていった方がいいか。あー、負けそうだな。できるだけ向こうの兵力を減らしましょうか。まあ勝ったり負けたりするのが面白いゲームだとは思いますので、これは多分確実に負けるな。確実に負ける予感しかしてないけども、向こう1800だもんな。あ、突っ込んでくんのか、兵数の問題で。うわー、突っ込んでくんのか。マジか、突っ込んでくんのか。見せてくれる。向こうよりもさ、こっち落とせるっていう腹か。だとしたら勝機があるのかもしれない。あー、撤退しちゃった。撤退しちゃった。これどっち先落とすかの勝負ですね。うわー、こっち12ずつ。あー、ダメか。これは負けたかな？負けたかな？あー、負けたかー。全軍引け。うわー、兵力落としたかったのに、逆にこっちが兵を失ってしまったような感じか。うーん、まあしょうがないね。うーん、厳しいな。さあじゃあ回復するまでカットしましょうか。ここはさすがに A が回復するまでかかりそうですから。うん、ここが回、ここの兵数も回復する前に行きたいな、なんとか。うん、はい、じゃあちょっとまあ有利というか、なんとかなりそうになるまでカットいたしますので、よろしくお願いします。では一回失礼します。はい、じゃあやっていきましょう。というか先ほどからあまり時間は経ってないんですが、これ古賀御所の方にもう北条が行っちゃってるんですよね。すごく部隊が動いている。私が突したせいかもしれないですけど、で古賀御所狙いたいんですけど、今全体見回したらもう里見もやばいんですよね。となるともう里見の方にワンチャン出兵するというのもありかなという気がしてるんですよ。城攻めですか。うーん、城攻めですよ。皆、鈴
お、しょうがないじゃん。もう苦渋の選択ですよ。あの城は落とさねばな。こっち行きたいけど、来ちゃったんだもん。でも里見がやられるのが早すぎるし、俺今だったら間に合う気がするんですよね。こっちに気を取られてるから。みんなのルート見たら、私が多分先に、満期城でいいんだっけ、うん、満期か、うん、満期城に着くと思われます。で、向こう舞台出てくるかな。出てきたかー、出てきたかー。あー、もうこっち取られてるね。出てきたかー。よし、じゃあ戦っていきましょうか。俺でも兵数がすごい少なくなりそうな感じです。あれ、戦わないの。戦となった。敵は一部隊。よし、行きましょう。茂原の戦い。さあ、やってきましょう。ナイトさん連れてきた方が良かったかな。まあ、やっていきましょうか。開戦。さてさて。武が全てではないんだが、武が全てではないんだが、俺里見にぶつかっちゃいそうだな。里見にぶつかっちゃいそうですけど、行くか。あ、来ないね、来ないね。あれ、まあ、ここに来ると思った今。さあ、いつも通り攻撃で。ただちょっと早いな。ご命令をくだされ。ご命令をちょっとしてますけど、ちょっと当たんないでよ。危な。よし、ははさあ、これでどうですかと。正気ですぞ、正気ですぞ。分かっております。敵陣を破ろうぞ、敵陣を破ろうぞ。蹴散らしてくれる。よし、これでなんとか向こうの兵数は、うわー、こっちも相当整数がかかりました。やべえな。先方にて崩れるがいい。あー、撤退した。何ですと。あー、まずい。あー、まずいか。仰天したわい。あ、これどうなんの、これどうなんの、これどうなんの。両方撤退した。両方撤退したぞ。何これ、引き分けじゃないんですか。戦後兵力がやばいことになった。41と57。41だぞ。これ制圧できんのかな、これ。ナイツさん持ってきたかったですね。ちょっとしくじったかもしれません。さあ、制圧していく。城下町はもう一通りできた。まあ、できてないね。さあ、商人町を作っていくと。 うわー、これまずい。ちょっとあれだな、成田さんを連れてきましょう。ちょっと遅かったかもしれないですけどね。城攻めですか。星兵糧問題がまた発生しますけど。出てこないから制圧はできている。北条はもう里見に興味はないのかな。城攻めを始めます。18でやってるぞ。策の仕掛けどもぞ。ちょっと来てください、頼むから。早めに。いやー、結構かかるねこれね。腰兵糧がなくなってきた。でも成田さんが来る。ここは壊滅したとしても包囲が続けられるかな。
あと腰兵糧4。じゃあまた軍開発をしていきましょうか。もう兵糧がないからこれで兵糧をやっていく。さあこっちは方位が成田さんに変わった。変わりましたが戻ってきたらすぐ出しましょうか。ご命令を下され。あー、助政さんは来てないのか。ちょっとこっち見ときましょうか。両方見なきゃいけないか。でもこっち戻ってきたね。次なる手はいかに。戻ってきた。城攻めですか。城攻めですよ、もちろん。もちろん城攻めですと。次はどのように。主力を作って戦ってますね。さあ五図面を出したぞと。兵糧が1しかありません。星兵糧、こっちもあと12。綱渡りになってるじゃないか。完全なる、あ、星兵糧がなくなった。うわー、包囲が解けた。でもこっちでまた包囲する。星兵糧がこっちじゃない。やべえな。でもすごい北条がもうなんか無双しちゃってますね。果たしてこれは正しいのかどうか。正しいというかそもそも無理ゲーだったのかもしれないね。さてさて、なんかいろんなものが光ってますが、まあ兵糧を少しでも上げていきましょう。これで里見の物体が手に入れば多分城主クラスになれる人がいると思うんですよね。そしたらここに万儀城の方にやって、まあ少しずつ兵力を拡大していくという形が理想かな。うわー少な。でもこっちの腰兵糧はでも47日か。47日で倒せる。これ倒せるか分かんないよね。なんだこれ。兵糧不足。まあでも出すしかないですね。こちらに出しましょう。じゃあ城を奪えば有利になろう。星兵糧とはこれでわかるんですよね。これ全部出すと今116ってなってますけど、これ出すとどんどん下がっていくんで、ギリギリ120になるような感じでいきましょうか。さあ包囲中。さあまた援軍を期待しての戦いになっておりますが、まあ、包囲していればね、向こうの兵数も上がらないので。朝廷より来た？何を？はいはい。お金がないのにやめてくれ。でもお金がハマってきたな。ご手術ですけど。さあ、あと耐久500。こっちから援軍来てるぞ。さあ、でもこれで取りましたかね。OK! サトミクエを滅亡させましたと成田家に続いてね。